令和3年、3月30日です。乗鞍満喫です。今日は乗鞍高原未来構想の、協議会の第1回目に来ました。撮影はいいんでしょうかね。こんなに大勢いらっしゃるといきなり緊張しちゃうかもしれないんですけど、初心に立ち返って、ぜひこの場を作ってというか皆さんと一緒に自由活発に議論できる場に意見交換できる場にできればいいんじゃないかと思います。あまり緊張しすぎず話せるような雰囲気作りが大事だと思っていて、もうこの真ん中にお菓子とかお茶とかは本当は、今後は置いてもいいんじゃないかと。でもただ今日は1回目ということで、こういう感じかなとも思ってます。皆さん のお手元に乗鞍高原未来図、この冊子があるでしょうか。これは作ったのは作り上げたのは本当に、まだ昨年じゃなくて今年度ですけれども、今年度の取り組みだったと思いますが、これを作り上げるに至ったのは、これまでの乗鞍高原の活動だったり、人の暮らしだったり、それこそ本当に仙台線仙台っていうレベルの番所から始まったんですよね。乗鞍高原の歴史というのが番所の方から始まって、まだそちらのところに至れてない時代からの積み重ねがあったからこそ、この未来図っていうのを作ろうっていう話になったと思いますし、作り上げられたんだろうと思ってます。で、この後宮崎さんからご紹介いただいたこの協議会をどういうふうにしていくのかとか、どういう運営をしていこうかっていうことは、細かいところは鳥から申し上げますが、冒頭私から一言だけなんですけども申し上げたいと思います。今お話しした通り、これまでの本当に積み重ねがあったからこそだと思ってますし、この積み重ねをしっかり継続させていくっていうことが大事なんだろうと思います。なんか私がこれまで皆さんとお話ししている中で、市長と協会長も、観光協会長もおっしゃってますけど、乗鞍高原、地道な積み重ねを積み上げてきたけど、ここ十数年は、さっきもお話ししたんですが、セレモニー的なことだけ、バンとあったりするけど、なかなかその後持続的に議論が積み重ねられてない。なので、一つ一つの取り組みを継続しきれてない。盛り上がっては落ち着いて、盛り上がっては落ち着いて。それが地域の、人間がやることの、人間がやっていく以上はしょうがないことなのかもしれないんですけども、ただそれを、地元の人が継続できてないって思っちゃってるっていうことは、良くないんだろうなと思っています。で、今日後ほど発売からご説明するんですけども、ご承知の通り先週ですかね、うちの環境大臣と松本市長等でちょっと対談等をさせていただいて、先週 の新聞記事に、乗鞍高原で、ゼロカーボンパークという環境省として、そういったものを国立公園をゼロカーボンパークにしていきたい、その第1号に乗鞍高原という新聞記事も出たんですけども、あれを何でしょう、あれでなんかプレッシャーがかかるとかですね、あれを持って何かやっていかなきゃいけない、そういう責任感も大事だと思うんですけども、ただ結局やっていくことっていうのはみんなで地道に一歩ずつだと思っていて、それができないと多分せっかく来てくれたお客さんも多分すごい残念だし、地元の住民の皆さんも行政もみんながそういう意識を持ってないって感じちゃうような観光地だと残念だし、第1号っていう本当にセレモニーだけあげて10年後本当にそれを第1号と言えるだけのことができてたのかっていうのをもう自信を持って言えるようにしていくためには、誰か一人に頼るんじゃなくて、今日多分お集まりの皆さん全員がそれぞれの役割というか、持ちつ持たれつでは、持ちつ持たれつという言葉はありますけど、その通りで、誰かだけがやるんじゃなくて、行政だけがやるんじゃなくて、地元住民だけがやるんじゃなくて、みんなで一緒に
たちもそれをそういうことをやってきたっていうことを誇れるようにしていかないといけないんだろうなと思ってます。なので本当に先週 のゼロカーボンパークという話は、まあ、一旦忘れていただいて地道にポジティブやっていくんだっていうことをこの場でみんなで意識共有できればいいのかなと、きっと会長も観光協会長もその会長じゃない区長も、ね、観光協会長もそのように思われているんじゃないかなと思っています。という意識で環境省も一プレイヤーとしてかつ国立公園の管理者としてできることを自分たちの役割としてできることをこれからも果たしていきたいし努めていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。私からは以上で。